どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらのアメリカンエクスプレスのねクレジットカードなんですけども、スマートフォンプロテクションがね付帯しているカードはねアメックスのカードにありまして、こちらの内容はですね2022年の4月1日からですねちょっとね強化されましたので、本日の動画ではこちらの解説ねやっていきたいなと思います。ということで、アメックスのねクレジットカードにはスマートフォンプロテクションっていうのが結構前からあったんですよね。で、今まではですね結構厳しかったんですよね。まあ厳しいっていうのはその対象範囲がねかなり狭かったり、またねあのガラス割れはね対象してくれるんですけども、まあそれ以外はですね本当に外装の修理だったり、あとは何て言うんですか、水没とかもね対象にならなかったんですけども、まあ今回のサービス拡大でですね、まあちょっとなっていうところからね、まあまあ良くなったかななんていうふうに思いますので、まあ、スマートフォンね持たれている方ほとんどだと思いますし、またね iPhone とかだったら Apple Care とかもね入っている方も多いかなというふうに思いますので、アメリカンエクスプレスのねクレジットカード保有されている方、またね発行検討されている方はね、まあ、知っといてねそうはないかなというふうに思いますので、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、このスマートフォンプロテクションが付帯しているねクレジットカードなんですけども、アメリカンエクスプレスが発行しているクレジットカードの中でも全部がね対象に入っているわけではなくて、スマートフォンプロテクションがね付帯しているカードっていうのはねこちらになるんですよね。アメリカンエクスプレスのゴールドカード、プラチナカード、ヒルトンアメックスのプレミアムカード、マリオットボンボイのプレミアムカード、こちら旧 SPG アメックスですね。こちら今ね、あの SPG から移行してますけども、もう中身はね、あのマリオットボンボイプレミアムカードにね、SPG アメックスは変わっておりますので、SPG アメックスで今持ってる方もこちら対象になります。で、ANA アメリカンエクスプレスゴールドカードですね。ANA アメリカンエクスプレスプレミアム、デルタスカイマイルゴールドカードということで、このね、7枚の券面に関しては、このスマートフォンプロテクションはね、対象っていった形になります。で、保証金額についてなんですけども、こちらですね、カードの券面によってね、この保証金額が変わるっていう風になっておりまして、マリオットボンボイプレミアムカード、ヒルトンアメックスプレミアムカード、ANA アメックスゴールド、デルタスカイマイルゴールドカードはこちらね、3万円っていう風になりまして、アメリカンエクスプレスのゴールドカードと ANA アメックスプレミアムカードに関しては5万円。で、このね、アメックスのプラチナカードに関しては、10万円って言った形になるんですよね。かなりすごいですよね。またね、ANA アメックスプレミアムっていうのは、まあ、アメプラよりね、年会費が高いんですけども、5万円なんですよね。これもね、結構びっくりなんですけども、プラチナカードが10万円っていうのはね、かなりびっくりですよね。またね、1年前ぐらいに、ね、発行が開始された、ヒルトアメックスプレミアムカードですね。またね、SPG アメックスからマリオットボンボイプレミアムカードにね、変わりましたけども、マリオットボンボイプレミアムカードもですね、3万円っていうね、ちょっと幅が狭いですけども対象って言った形になりますんで、こちらね知らない方もね結構いらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、このねスマートフォンプロテクションは対象って言った形になります。それでは次にね適用条件なんですけども、このスマートフォンプロテクションをね受けるにはですね一定の条件がねあるって言った形になるんですよね。ですので持っているだけではですねこちら対象にはならないっていうふうになりますんでご注意ください。で、条件がね3つありまして、まずね、このスマートフォンプロテクションが対象になるのは本会員のみっていった形になります。このアメックスのプラチナカードとかね、めちゃくちゃ家族カード発行できるんですけども、家族カードに関してはこのスマートフォンプロテクションはね、対象外っていう風になりますんで、本会員のみがね、対象になります。で、2つ目ですね、事故発生時点で購入後24ヶ月以内のね、スマートフォンだけがね、対象っていった形になります。ですので、購入してからですね、3年、だから2年以上経過していると、そうですね、2年以上経過していると、こちら対象に入らないっていう風になりますんで、この点は注意してください。で、次に3つ目ですね、直近3ヶ月連続して通信料をこの対象のカードでね、決済しとく必要があるっていう風になりますんで、こちらもね、注意していただきたいなと思います。ですので、通信料ですね、このアメックスのカードで支払うわけなんですけども、3ヶ月まではですね、こちら保証に入らないっていった形になりますんで、もしね、こちら利用したいっていう方はね、できるだけ早くですね、アメックスのカードで通信料支払うようにね、しといていただきたいなというふうに思います。
それでは次にね、保証内容ですね。こちらが一番重要な部分なんですけども、まずね、破損対象になります。で、こちらね、スクリーン画面割れの破損傷も含むということで、こちらね、スマートフォンのね、画面が割れても対象になるっていった形になります。それ以外にも火災、水濡れ、盗難っていう風になっておりますので、こちらがね、対象っていった形になりますんで、水濡れがね、対象になったのはね、結構大きいかなと思います。まあ基本的に iPhone の場合はね、簡単な防水仕様っていうのは入っているわけなんですけども、こちらね、水濡れでもね、対象になったっていう風になりますんで、この点はね、結構大きいかなと思います。またね、盗難の場合もね、対象っていった形になりますんで、今はね、ちょっと行きづらいかもしれないですけども、まあ海外旅行中にね、携帯盗まれるっていうのもね、ちょこちょこ私聞いたことがありますんで、まあそういった場合でもですね、ちゃんと届けさえ出していればですね、こちら対象になるっていった形になります。それでは次にね、保証期間なんですけども、この保証期間っていうのは金額がまあ3万5万10万とありますよね。これが支払われるのが基本的に1年にその金額っていった形になるんですよね。ですんで、まあ、アメプラの場合は10万円ですけども、まあ1年間の間にこの10万円の中で保証されていくっていう風になりますんで、まあ変な話、2回盗まれたりしても、まあ、10万円までしかね、出ないっていった形になるんですよね。で、このカウントが、まあ、1年でね、まあ、切り替わるわけなんですけども、その1年間のね、区切りっていうのが、カードによってね、こちら違うようなんですよね。で、一応ね、私の方で一覧でね、記載させていただいたんですけども、アメックスゴールドであれば、1月1日から1年間。アメプラの場合は4月1日から1年間。ヒルとアメックスプレミアの場合は3月9日から1年間っていった形で、クレジットカードによってね、この1年間の周期が違うっていった形になるんですよね。まあここはね、まあそこまでね、スマートフォンプロジェクションね、頻繁に使う方いらっしゃらないと思うので、まあそこまでね、気にしなくていいのかなと思うんですけども、一応こういう仕様にね、なっているっていった形になります。それでは次にですね、免責金ですね。ここはね、非常に残念な部分なんですよね。まあアメックスのクレジットカードは基本的に年会費が結構高いので、この免責金っていうのは、まあこれ保証を受けた時に自己負担金っていう解釈なんですよね。ですので、まあこの携帯を落と、この携帯を壊して、まあ、修理費が10万円かかりました、で請求しますって言った時に、まあ自分で1万円は出して9万円の保証が受けられるみたいな感じなんですけども、ここはねちょっとね、なくてもよかったかなっていう感じがするんですけども、まあ一応ね、この免責金っていうのがね、設定されております。で、この免責金はですね、破損した場合と盗難になった場合、これの2つでね、免責金変わっておりまして、破損とか、火災、水濡れとかね、こちらの場合は免責金1万円っていう風になるわけなんですけども、まあ、盗難による場合はですね、こちら1事故につき 1.5 万円っていう風になりますんで、1万円と1万5000円でね、設定されておりますので、こちらね、覚えておいていただければなと思います。またね、こちら保証に入らない支払いということで書いてあるんですけども、修理費用がですね、破損の場合で1万円以下の場合、またね、盗難の場合で損害が1万5000円以下の場合はね、こちら支払い対象外っていう風になりますんで、まあこの免責金をね、上回らなかったら、このスマートフォンプロテクションはね、利用することができないっていう形になりますんで、この点もね、覚えておいていただきたいなと思います。ということで、今回ですね、アメックスのクレジットカードの付帯保険であるスマートフォンプロテクションがですね、サービス拡大ということで解説させていただきましたけれども、昔に比べればね、非常に良くなったと思うんですけども、まあ未だにね、家族カードが対象外であったりですね、まあ通信料3ヶ月以上ね、払わなきゃいけなかったり、またね、免責金がね、あったりと、ちょっと残念な部分はね、多々あるんですけども、まあ、今までよりかはね、良くなりましたので、アメックスのカードね、ヒルトンとかマリオットとかね、ANA もそうですけども、まあ、このポイントが貯めたいとか、これが使いたいみたいな感じで、メインカードにね、されている方結構多いかなっていうふうに思いますので、まあ、今回の動画では、ひとまずね、スマートフォンプロテクションがありますよっていうのと、まあ、個別でね、スマートフォンとかのね、保証入っているのであれば、まあ、それのね、比較材料にね、使っていただければなというふうに思います。まあ、こういった感じですかね。まあ、個人的にはね、このアメプラ、まあ、10万円までね、保証していただけるんですけども、まあ、でもね、家族カードは対象外ですので、で、またね、免責金もかかるということで、まあ、10万円の、
支払いで、まあ、9万円とか8万5千円で、ね、済むのはね非常にありがたいわけなんですけども、まあでも家族カードはねちょっと OK にしてほしいですよね。年会費がねアメックスのカードはどれも高いんでね、ここはね入れてほしいなっていうふうに思いますね。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。